東京ローズの一人である相場、とぐり、滝の東京ローズは、日本軍が、第二次世界大戦中に行った、連合国側向けプロパガンダ放送の、女性アナウンサーに、アメリカ軍将兵がつけた愛称。日本政府は、太平洋戦争中、ラジオ東京放送で、イギリス軍やアメリカ軍、オーストラリア軍をはじめとする連合国軍向け、プロパガンダ放送を行っていた。 捕虜から家族宛ての手紙の紹介等をしていた。1942年2月に、軍当局の発案で、連合国軍捕虜のラジオ放送の専門家を使う、ことにし、元オーストラリア ABC 放送のアナウンサーで、オーストラリア兵捕虜のチャールズ・カズンズ・少佐元アメリカのフリーランスアナウンサーで、アメリカ兵捕虜、ウォーレス・ウィンス対イイ、レイズチューイラを参加させた。チャールズ・カズンズ・は、 当初拒んだが、最終的に承諾した。そして始まったのが、ゼロアワーで、音楽と語りを中心に、アメリカ人捕虜が、連合国軍兵士に向けて呼びかけるというスタイルを、基本とした。1943年3月から、1945年8月14日まで、放送され、太平洋前線のアメリカ軍兵士やイギリス軍、兵士らに評判となった。 英語を話す女性アナウンサーは複数存在したが、いずれも本名が放送されることはなく、愛称もつけられていなかった。アナウンサーについては、古事の案という名称が使用されていたが、放送を聞いていたアメリカ軍兵士たちは、声の主に東京ローズの愛称をつけた。東京ローズはアメリカ本国でも注目され、 ニューヨークタイムズが1944年3月20日付の記事で取り上げたほか、1946年には映画、東京ローズが制作、公開されるほどであった。ダグラス・マッカーサーも回想録で、東京ローズに言及している。東京ローズに該当するのが、どのアナウンサーであるかは、アメリカ軍兵士からは、明確にわからないままであったため、戦争開始前に、 太平洋上で行方不明になり、その後日本軍に囚われたと噂された女性飛行家のアメリア・ヤハートが東京ローズの一人として活動していたとさえ噂されたことがあった。終戦後来日したアメリカ人記者たちは東京ローズを連合国軍最高司令官総司令部の制止を振り切っても探し回った。ラジオ東京放送側は アメリカの従軍記者の取材に対し、東京ローズと名乗った女性は一人もいないと回答した。ところが、アメリカの従軍記者からの取材に対し、相葉、トグリ、ダキノは東京ローズの一人であると唯一認めたため、アメリカに帰国後国家反逆罪に問われた。しかし、裁判で兵士が証言した東京ローズの性質や放送内容が、 トグリのそれとは一致しないのが実情であった。後に公開された FBI のファイルに、東京ローズの候補として、複数の女性アナウンサーの顔写真があった。兵士が証言した、東京ローズは、放送期間と放送された内容や性質、及びその声門などから、日本初の女性英語アナウンサーである、ジェーン、ヤマこと、マヨシエである、可能性が高い。 須山は、相場とぐり、だきのの裁判の最中、1949年7月18日、横浜で映画を見た、キロ、アメリカ軍兵士の飲酒運転により、事故死したが、日本の警察にも、在日米軍にも記録がない。相場とぐり、だきの、1916年7月4日から2006年9月26日、東京ローズの一人として、 最も著名な人物である。1916年7月4日に輸入雑貨店を経営する山梨県出身の父、従うと東京府出身の母、文のもと日系アメリカ人二世としてアメリカカリフォルニア州ロサンゼルスに生まれる。日本人の両親の下で生まれたものの、両親の教育方針により、 アメリカ風のしつけと教育を受け、日本語の正式な教育を受ける機会は与えられなかった。カリフォルニア大学ロサンゼルス校で動物学を学び卒業。同校大学院在学中の1941年7月に、おば、シズの見舞いのため、半年の滞在予定で来日したが、両親からアメリカ人として教育を受けていたため、 日本人の生活様式や習慣には馴染めなかった。とりわけ、彼女を悩ませたのは、アメリカにはなかった戦闘での、混浴と、アメリカの基準から見て、不衛生な日本家屋の便所であった。このため来日後、何度も、両親へ、アメリカに帰りたいという手紙を送っている。同年12月の太平洋戦争海戦で、アメリカへ戻ることが不可能となる。 戦時中に2度運航された日米間の戦時交換船によるアメリカ渡航を申請するも米国では日系人の強制収容が始まっていて帰国は叶なわなかったアメリカで母親は日系人収容所へ行く途中に病死していた何度も日本の特攻警察から日本国籍への帰化の圧力をかけられたが拒否し続けた日本での生活のため同盟通信社の アタゴヤマ受信所で外国の短波放送傍受とタイピングの仕事に就く。翌1942年からは日本放送協会海外局米州部業務班でタイピストとして勤務する傍ら、日本軍の参謀本部の常石和次少佐の下で、対外宣伝ラジオ番組のスタッフとなる。ラジオ東京にはアメリカの短波放送が聴けるラジオがあった。日本語原稿を、 英語のアナウンス原稿に訳す作業を業務としていたが、連合国軍兵士へのアピール性が期待され、途中の1943年11月から、ゼロアワーの女性アナウンサーとして、原稿を読むことになり、孤児の案と名乗って、曲の紹介などをしていた。それまでは3人の捕虜が番組を担当していたのを、チャールズ・カズンズが起用したが、放送で密かに、 日本軍に抵抗していたことを打ち明けられ、DJ を引き受けることになる。終戦間際の1945年7月、長年同性関係にあった、日系ポルトガル人の同盟通信社員のフィリップ・ダキノと結婚。ポルトガルは中立国であった、スガモプリズンコーチ児の顔写真終戦後の1945年8月に、昭和天皇、東条秀樹、そして、 東京ローズの3人のインタビューを撮ることを夢として追っていたアメリカの従軍記者の一人により発見され2000ドルで独占取材契約し録画カメラの前で自分が東京ローズだと言明した。自分が東京ローズであると公言したのは相場トグリ、ダキノが最初で最後だったため唯一の 東京ローズとして、日米マスコミの取材合戦が加熱し、強い関心の的となった。そのため独占の契約を守れず、契約金2000ドルは支払われなかった。その後、GHQ に呼び出され、映画まで撮られる。しかし、米本土で、反逆者という記事が出て、反響を生む。相場は GHQ により反逆罪容疑で、 スガモプリズンに11ヶ月間収監され、FBI の取り調べを受けた。釈放後は反逆罪で逮捕され、アメリカ本国に強制送還された後、最も反日感情が強かったカリフォルニア州の検事から対日協力者としてアメリカで最も重罪である国家反逆罪で起訴された。 裁判は1949年7月5日にカリフォルニア州サンフランシスコ連邦裁判所で開始された。陪審員は全員白人で総費用50万ドルというアメリカ建国史上最大の裁判となった。弁護側はアメリカ兵の戦意を喪失させる意図はなかったとと否認した。弁護側の証人は相場が指示通りの仕事をしたと証言し、 検察側の証人として出廷した、久し石本少佐も、相場の仕事はアメリカへの反逆には当たらないとの証言を行った。一方検察側は、反逆の意思の有無に関係なく、放送に参加していたこと自体が問題であると主張し、相場が自発的に番組に参加していた点も強調した。裁判を取材していたマスコミは、相場が無罪になると予想していたが、 1949年9月29日に下った判決は、有罪で金庫10年と罰金1万ドル、アメリカ市民権剥奪などを言い渡され、女性として史上初の国家反逆罪となった。相場は6年2ヶ月の服役後、模範衆として釈放された。有罪判決については、トルーマン政権の司法長官トム・シー・クラークによる陰謀説もある。 人種差別が合憲とされていた。当時のアメリカにおいて、裁判の売死人に問題があるなど、終始人種的偏見に満ちたものであったため、1970年代には、日系アメリカ人市民同盟や、在京軍人たちによる支援活動が実り、有罪判決は疑問視されるようになった。1976年に、裁判の承認だった元上司二人が、 証言は事実でなく、FBI に偽証を強要され、リハーサルもさせられたなどと告白した記事を、アメリカ人日本特派員記者が、スクープ報道した。釈放後も市民権は剥奪されたままであり、居住地の制限も加えられるなど苦しい生活を強いられた。二度にわたり提出した、嘆願書は目殺されたが、1976年に三度目の、嘆願書がようやく実り、 1977年1月19日、フォード大統領による特赦により、アメリカの国籍を回復した。その後シカゴに転居し、父が創業した輸入雑貨店、トグリ商店で晩年まで働いていた。当初は反逆者の汚名を着せられた、相場、トグリであったが、晩年の2006年1月には、困難な時も米国籍を捨てようとしなかった。 愛国的市民として退役軍人会に表彰され、感激の涙を流している。2006年9月26日、脳卒中のため90歳で死去。ありがとうございます。